どうも皆さんこんにちは。これからレック不動産鑑定士講座、不動産鑑定士の会計学ってこんなものということで、このタイトルで、30分から1時間ぐらいの間を見ているんですが、ガイダンスの方ですね、スタートしていきたいと思います。本日担当いたしますのは、レックセニー講師の高坂と申します。よろしくお願いいたします。ではすみません、ちょっと今私の画像がかぶっていると思いますので、ちょっと一旦画面の方を切り替えたいと思います。はい、改めて、不動産鑑定士の会計学ってこんなものというタイトルですね。はい。で、ちょっと映しますけどね。また後でまた画面の方戻っていきますが、一応今日はですね、予定としては、30分、40分ぐらいかなというふうに予定はしています。で、その時間を使いながら、今、ちょっとタイトル画面ですね、映しましたように、その不動産鑑定士試験における会計学の内容ですね、を、簡単にですけどね、お話をしたいと思います。で、私自身、不動産鑑定士の試験を担当しておりまして、もう、だいぶ昔になります。もう昔からですね、担当しております。で、ご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですが、鑑定士の試験ですね、現在は担当とか論文という形になっているんですが、昔はですね、二次試験、二次試験、三次試験なんていうふうに分かれていたんですね。その頃からずっと担当させていただいておりまして、最近というか、もう何年も前からですね、鑑定士の試験もだいぶ様変わりをして、担当と論文という形になってきたんですね。で、私自身はちなみに不動産鑑定士でも何でもありません。鑑定士の試験の受験経験ありませんしね、私個人的には会計学の方、あるいは経済学も担当するケースがあるんですが、会計学の方をずっと中心に、担当しております。で、皆さん今この動画をご覧になっている方は、少なくとも鑑定士の試験に全く興味がないという方はいらっしゃらないと思いますんでね、不動産鑑定士を、受験してみようかなと、どうしようかなと思っている方が多いのかなと思ってはいるんですね。で、その中で、担当はですね、マークシート方式、いわゆる選択になりますね。丸×というか、選ぶ問題ですけどね。なんとかクリアできると。でも論文になるとやっぱり急にハードルが上がってきて、これは非常に厳しいなと。で、そのあたりは、正直言って間違ってないと思います。やっぱ担当はですね、なんとかなるかもしれませんけどね、やっぱ論文というのは、これは相当ハードルが上がるということはもうあらかじめ覚悟はしておいていただきたい。で、やっぱりですね、私不動産鑑定士ではない人間が言うのもちょっと説得力に欠けるかもしれませんが、やっぱり不動産最高峰の資格ということですから、やっぱり過去もうたくさんの合格者の方を見ていても、やっぱり皆さん勉強をおできになる方がもちろん多いですしね。で、やっぱり不動産鑑定士、そうですね、知名度はちょっと、私も業界にいませんので、ちょっと詳しいことは分かりませんが、ただ少なくとも難易度としてはやっぱり難しいというのは、教えている立場としてはやっぱ実感されます。その難易度の高い試験、国家試験ですね、国家試験になりますのでね。ただ難易度は確かに高いと思います。少なくとも簡単な試験ではない、簡単な試験ではないんですよね。やっぱり論文がありますんでね。ただやり方さえ間違えなければ、レックでは一発で受かった人もいます。で、実はこれから、国土交通省がもう正式にコメントを出しているんですけどね、これからの時代はとにかく短期間で合格できるように試験というものをやっぱり見直していかなきゃいけないんじゃないかということもはっきり言っているんですよね。ですから、そういうことを考えると、これから受けてみようと。どうしようかな、やっぱ難しいかなと、いろんな不安感もあるでしょうし、どうしようかなと思っている方もいらっしゃると思うんですが、ただおそらくこれからの時代はですね、鑑定士の試験は一発で合格するという人たちの割合がやっぱり増えてくるんじゃないのかなと。正直言って、
以前はですね、鑑定士の試験ずっともう昔から教えているんですけどね、やっぱ社会人の方結構多かったですし、で社会人の方なかなか働きながらですからね、1回で合格するというのは難しくて、まあ、複数回受験するという方が、まあ、むしろ一般的だったかと思うんですね。でも、まあ、これからの時代は本当に1回で合格できるという方も結構増えてくるんじゃないのかなと思いますんでね、まあ、目指されるんであればしっかりとした、意思を持って臨んでいただければ、本当に1回で合格するということは決して不可能ではない。ただやっぱりその中で、まあ、論文の一角を占めるこの会計学になるんですね。で、この会計学の中身の方を少しずつお話をしていきたいんですけどね、会計学ってどういう科目なんですかというようなところも含めて、まあ、ちょっと今日は、まあ、ガイダンスのような内容になりますんでね、まあ、深い話まではちょっと今日はできないんですが、一回改めてちょっとモニター切り替えますけどね。不動産鑑定士の会計学、こんなもの、ちょっと次の画面の方に切り替えますが、まあ、一応本日の内容として、まあ、この後会計学とはということで、まあ、おそらく皆さん初めて会計学に触れる方が多いかと思いますので、ね、まあ、本当にごく簡単な内容になりますが、会計学とはということです。で、次がですね、まあ、会計学の特徴、さらには学習法と、まあ、短い時間ではありますけれどもね、ちょっと簡単にこの3つをラインナップとして揃えましたので、この後続けてお話をしていきたいと思います。まず会計学とはということなんですね。はい、ちょっと次の画面の方なんですが、会計学とはということで、会計学とは、はい、一言で言うと財務諸表、この作り方を学ぶということですね。はい、ちょっとカメラ少し切り替えちゃいますけどね、ちょっと私かぶっちゃいますかね。財務諸表ということで、皆さん初めて聞いたかもしれませんが、例えば皆さんの中で株式投資とかやられている方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、いわゆる一般投資家と言ってもいいんですけどね、その一般の投資家の人たちは株を売ったり買ったりするわけですよね。まあ、有価証券なんですが、その有価証券を売ったり買ったりするときに、あまりこんなことと一緒にしちゃいけないのかもしれませんが、例えば、私まあ、最近あまりやってないんですが、競馬なんかもやってた時期があって、まあ、全然当たらないんですが、まあ、競馬の新聞と一緒にしちゃいけない、怒られちゃいますけども、やっぱり競馬なんかの馬券買うときにもやっぱり新聞ってあるんですよ。競馬新聞っていうなんか、高いんですけどね。で、それ見ながらどこの馬が来るか来ないかと、何でもそうなんです。株を買うのも売るのも、株の売買ですね、これも投資で、まあ、ある種のこうギャンブル性を持つんですよね。やっぱり株の売買するときも何らかの情報って必要なんですよ。まさか何の情報もなくて株の売買できませんから。そうすると、その株の売買をする、まあ、いわゆる一般投資家なんですが、一般投資家の人たちは、まあ、競馬新聞はないですけどね、その株の売買には。ですから一般の投資家の人たちが株の売買をするときは、この財務諸表というもの、これ各企業から公表されることになるんですが、この各企業から公表されるこの財務諸表というものをデータとして参考にして、あ、なるほど、あそこの株を買ってみようかなとか、いやあそこの株を売ろうかな。例えば皆さんご存知だと思うんですが、最近の大きな問題になってます東芝の不正会計問題。ああいうことやられると本当は一般投資家もたまったもんじゃないですけどね。で、例えば不正会計、つまり東芝が出していた財務諸表にやっぱ不備というか不正があったわけですね。不正会計という言葉が使われているんですね。で、そんなことをやられると、要するに我々投資家はその企業が公表する財務諸表という、まあ、決算書類のようなものなんですけどね、その決算書類のようなものを見て我々投資家は株の売買の判断を下すことになるわけなんで、ここの財務諸表に不備があったり不適切な部分があったりすると、我々は株の売買、まあ、あるいは もうちょっと広く有価証券の売買するときに判断を誤る可能性が出てきちゃうんですよ。なんだ、せっかくそうだったの、だったら株なんか買わなかったのに、あるいは株なんか売らなかったのに。つまり我々投資家はこの財務諸表というものを見て株の売買というものの判断を、有価証券なんかの売買の判断をするわけなんで、ここに不備があるというのは まずいんですよ。だからこの財務諸表、これが一般の投資家に向けて公表されるので、
そのためには一定のルールが必要なんです。例えばうちの会社はこうやって作りますよ、いえうちの会社はこうやって作りますよ、会社によって自分たちで勝手な独自ルールかなんか作り上げちゃって、うちの会社はこうやって作る、いやもうちの会社はこうやって作りますよなんてやられちゃうと、我々投資家は判断できなくなっちゃうんですよ。ですから財務諸表の作り方ということなんですが、財務諸表というのは、まあ、要するに決算書類みたいな形で考えていただいても結構なんですが、そういうものが世に公表されるんですが、その時に一定のルールって必要なんです。そのルールをしっかりと学ぶということ、要するにこういう、まあ、基準というんですが、こういう基準に従ってこういうふうに財務諸表というのを作ってますよということの、その基準というものをちゃんと覚えなきゃいけないということです。ですから財務諸表の作り方、要するに財務諸表というものを作って世の中に公表するんですけれども、その財務諸表を作るときに一定のルール、まあ、基準というんですが、基準が必要になるんで、その基準をちゃんと皆さんが覚えて、その基準に従って財務諸表が出来上がりますよというところの作り方を皆さんに学んでいただくというのが基本的に会計学なんですね。めっちゃそういう学問になります。でちょっと次の画面に移りますけどね、もうちょっと詳しく説明しますので、まあ、具体的にはと、まず会社っていうのはどんな会社でも取引します。で次帳簿っていうのを作ります。これもどんな会社でも帳簿作るんですね。で次財務諸表の作成に移ると、はい、ちょっとまたモニター切り替えますが企業というのはもちろん取引というのは毎日毎日もう数えきれない取引をやります。でこの取引をやったら、そこから例えば伝票とか、皆さんの会社なんかで、伝票なんて作った、まあ、会社の経理やってる方もいらっしゃるかもしれませんけどね、皆さんの中にで、先生俺伝票なんか会社もめんどくさいけど作ってんだよなんていう方がいらっしゃるかもしれませんが、手書きの伝票なんか作ってる会社もまだありますよね、まあ、あるいは、入力しちゃってもいいんですが、例えば伝票だとか、あと、まあ、これは知らなくて結構なんですが、仕分け帳という帳簿があるんです。あるいは元帳という、まあ、帳簿もあるんですよね、まあ、いろんな帳簿があるんですが、その例えば伝票だとか、あるいは仕分け帳という帳簿があります。あるいは元帳という帳簿もあるんです、まあ、そこまで今理解しなくていいんですが、まあ、いろんな帳簿があるんです。その取引があったら、そこから帳簿というものを作って、帳簿というものを作って、そこを基礎に財務諸表って出来上がるんです。そしてまたちょっとモニター切り替えてしまいますが、はい、この財務諸表が、まあ、一般の投資家に向けて公表されることになると、はい、ちょっとまたモニター切り替えます。繰り返しになりますが、まず企業というのは取引をする、そこから帳簿を作る、そして帳簿を作って財務諸表が出来上がる。でこの財務諸表、これが投資家に向けて公表されるんですが、この財務諸表というものがは帳簿をベースに作ってるんですよ。だから財務諸表にちょっとこれなんか怪しいなと、不備があるんじゃないかということで、ちょっとこう疑義が持たれるようなケースがあるんですよね。財務諸表ちょっと疑わしいなというときはこっち戻るんですよ。帳簿に間違いがないんですかっていう方に戻ってくるんですね。ですから財務諸表、これを世の中に公表しよう、ちなみに帳簿は公表しません。世間に公表するのはこっちだけですから、財務諸表だけなんですね。財務諸表が世間に公表されるんですが、ただその世間に公表される財務諸表を作るためのベースが帳簿というものになるわけですね。ですから例えば、税金関係でちょっと例えば脱税の疑いがあるなんていうことで、国税庁の人たちですね、あるいは税務署の人たちが、あの怖い人たちがちょっと来るわけですね。でその時に、その会社の持っている帳簿というものを回収していっちゃうんですよね。まあ、最近は全部ほとんど端末に打ち込んじゃったりするケースが多いんですけれどもね。ですから何か例えば税金で脱税ですね、脱税の疑いが持たれるなんていうケースは帳簿の方を回収しちゃうんですよ。税務署のあるいは 国税庁の方で帳簿を回収して、ここになんかおかしいものがあるんじゃないかとかっていうのを見つけてくるんですよね。ですから取引があったら帳簿を作り、帳簿を作って財務諸表というものが出来上がる。
一般に世に公表されるのは財務諸表なんですが、この財務諸表が出来上がるベースは帳簿になるので、ここに何か不正があったりするともう完全にアウトなんですよね。帳簿に間違いがあると、その間違った情報をベースに財務諸表が出来上がっちゃうもんですから、当然間違った情報になると。と、間違った情報になるということは、我々投資家は判断を誤ってしまう。ああ買わなきゃよかったな、なんであんな会社の株買っちゃったんだろうな、なんであんな会社の株売っちゃったんだろうなと、これも後の祭りになっちゃいますよね。だからそうならないように、正確な情報を提供しなければいけないですね、はい。まあ、こんな風にして会計というものが行われています。会計ですね、覚えておいてください。はい、会計学というのは先ほども言ったように、結局この財務諸表というものが世の中に公表されます。いわゆる決算書類みたいな感じなんですが、これが世の中に公表されますので、その作り方に不備がないかどうか、ちゃんと一定のルールに、まあ、基準ですね、一定の基準に従って財務諸表というものが出来上がらないといけないので、そこのルール基準ですね、そこの基準を皆さん受験生はちゃんと覚えるということになるわけなんですね。こういう勉強をずっと続けるわけなんです。こういう基準ですよ、こういうケースはこういう、例えばこういう取引があったときは、帳簿を作らないと、まあ、そこから財務諸表を作るんですが、ある取引をしたときは、こういう基準があるんですよとかって、その一つ一つの基準があるんですね。まあ、ルールと言ってもいいかもしれませんが、そういうルールを学ぶ、まあ、これが会計学になるわけですね。はい、ではちょっと次の画面の方に移ります。で、会計学の不動産鑑定士試験における特徴です。不動産鑑定士試験における特徴なんですが、まず一つ、暗記色が強い、ガーンって感じかもしれませんね。ちょっとカメラ切り替えますが、ちょっとこれ見た瞬間動画止めるのはやめていただきたいんですけどね、もう先生俺やめたよと言われちゃうかもしれませんが、実は一般に受験業界の中で論文って4科目あるのは多分ご存知かなと思うんですね。鑑定評価理論と経済会計民法という、まあ4科目あるんですが、で、鑑定評価理論以外の3科目、つまり経済会計民法を教養科目なんていうケースがあるようなんですけどね、業界の中では。で、経済学、会計学、民法、この3科目の中でおそらく鑑定評価理論に一番近いのは会計学なんです。つまりどういうことかというと、鑑定評価理論も会計学も基準があるんですよ。で、基準をやっぱり覚えるという作業になっちゃうんです。だからどっちかというと思考力じゃなくて記憶力の勝負になっちゃうんですね。で、おそらく、まあ、私経済学も担当するケースもあるんですが、経済学はちょっと違うんですね。経済学はどっちかというと思考力になってくるんですよ。頭の、まあ、回転というかですね。だからちょっと数学的な要素も入ってきたり、こう頭の回転で問題を解いていくなんていうケースもあるかと思うんですね。でも会計学って違うんです。頭の回転じゃなくて単純に記憶力なんですよ。で、まあ、ちょっと失礼な言い方かもしれませんが、不動産鑑定士の受験生に接していると本当に年齢層まちまちです。若い方もいます。大学生で本当に一発で受かった人もいるんですが、年齢層が高い人もいます。で、先生俺ダメだよと、もうなんかもうこの時点でもうなんかやる気ないよ、俺もう60だしさ先生、俺もう60なんだよ実は、もう記憶力も昨日食べたものも覚えてねえし先生もう無理だよと思ってるかもしれません。全くの間違いですけどね、全くの間違いです。昨日食べたものを覚えてない、それは私もそうです。思い出さないと思い出せないんですが、それと記憶力違いますよ。だって昨日食べたものって別に覚えようと思ってないですからね。覚えようと思ってたら覚えてるはずですからね、さすがに昨日食べたものは。レックの受講生の中で今まで何度となく受験生の中で、まあ、最高年齢で合格された方結構多いです。実はレックの受験生ですね、不動産鑑定士の受験生、もともと全体としてそんな多くないんですが、合格者の中でいわゆる一番若く合格した人とちょっと一番、まあ、年配というか年上で受かった人、両方が出てるケースもあるんですよね。で、もちろん若くして受かった人、例えば大学生で一発で受かった人最近いました。で、まあ、パンフレットなんかにも出ているんですけどね、
若くして一発で受かった人、大学生でした。もちろん若いですね、まあ、記憶力がある、もちろんそうかもしれませんが、じゃあ逆に、それこそ60、まあ、70ぐらいの人もいるかもしれませんが、少なくとも60代ぐらいの人で受かってる人いたはずです、私の記憶では。じゃあその人は例えば10年あるいはそれ以上勉強してきたかっていうと、そうじゃないですよ。意外と短期間で受かってますもんね。ですから例えば年齢で60前後あるいはそれ以上でも結構なんですが、それ以上の人たちで、先生俺無理だよそんなこと言われてもと思ってるかもしれません。それは勝手な決めつけですけどね。だから何を根拠にそんなことを言ってるかって話になっちゃいますから、でも実はそんなことはあまり明確な根拠なかったりします。受かってる人を見ていただきたい。合格者っていうのは結構年齢の高い人で受かってる人いますよ。しかもそれは決して長期間勉強してるんじゃなくて、短期間で受かってる人いるんですけどね。ですから年齢のせいにしてたはダメですよ。それは別に鑑定士の試験に限らず、どの試験受けるにしても、俺先生もうそんなことやらもう年だしさ、もう体力ないし、なんかもう覚えるの大変だよって言われたら、それはさすがに難しいです。で、私記憶力っていうのはそもそも気持ちの問題だと思ってますから、なんとか合格したい、そしてちゃんと覚えたいという気持ちがあれば、多分その年齢という問題はクリアできるはずなんですね。で、それは若い人でも年齢が上の人でも覚えるのが大変だって一緒ですよ、どっちだって。別にじゃあ若い子たちだったら覚えるの簡単かって、そうじゃないんですもん。どっちにしたって大変は大変ですからね。みんな平等です。覚えるのは大変なんです、みんな。でもそこを嫌だと言われたら、まあ、確かにそれは合格から遠のいてしまうんですが、逆に考えると覚えればいいという試験なんですよ。ですから変な話、レックの教材ですね、テキストだとか、まあ、問題集とかいろんな教材があるんですが、それを本番の会場まで持ち込んでいいっていうんだったら、大体みんな合格点取れますよ。たまに変な問題出ることがあります。全然教科書に出てない問題が出ちゃう時ってあるんですよ。先生そうなんですかって言われちゃうかもしれませんが、でもそういう問題っていうのはみんなできないから、博士でも合格できちゃうんです、極端に言うと。だからそこは気にしなくていいんです。普通の本試験問題、通常の本試験問題はレックの教科書を持ち込んでいいって言うんだったらですよ、もちろん実際ダメなんですけども、持ち込んでいいって言うんだったらみんな合格点取れると思いますよ。要するに教科書に書かれているデータをこの頭の中にインプットしていけばいいんですよ。いや先生だからそれができないんじゃないですか、先生それが大変ですよ。もちろんそれは暗記というのは決して簡単だとは言いませんけども、ただ皆さんは将来不動産鑑定士になるわけですね。不動産系最高峰の資格を目指す、年収も多いって話は聞いたことあります。なかなか収入も多いですね。で確かに業界としてはですね、一般的な知名度に関してはちょっとどうかというところもあるのかもしれませんが、でも社会的なステータスは高いわけですからね。それだけの試験を乗り越えようと思ったら、それはやっぱり勉強しないとダメです。ちゃんと勉強していただいて、でも勉強すれば努力っていうのは報われやすい試験だと思います。ですから私実は他の国家試験なんかも担当しているケースがあるんですね。公務員試験だとか、それから中小企業診断士とか、まあ、いろんな試験担当するケースがあるんですが、不動産鑑定士の試験見てみると、努力は結構結果に結びつきやすいと思います。ですから、まあ、確かに暗記色が強い不動産鑑定、まあ、鑑定評価理論に、まあ、そういう意味でと近いんですね、まあ、確かに簡単だとは言いませんけれども、暗記さえすれば得点というのは取れます。そういうふうに考え方を切り替えていただいて、思考力ではなくて記憶力の勝負なんだと。そこは年齢とかの問題ではなくて気持ちの問題です。将来不動産鑑定士になって社会の中で、まあそれこそ一流というステータスを得られるわけですから、そのステータスを得るための、まあ修行といったらちょっとそんな大げさなものじゃないのかなと思うんですが、まあそのためのまあ修行の場なんだというふうに考えていただければ、なんとか乗り切っていただきたいですね。いろんな会計基準あります。それからいろんな言葉の概念があるんですが、特に定義なんです。定義っていうのはちゃんと覚えなきゃいけない。逆に言うと会計基準だとか定義って、ここはなるべく正確に覚えてほしいんですが、それ以外の部分については結構自己流表現でも結構です。別に全部全全全てが全てですね、暗記してくださいという科目ではないので、
別にそれは結構です。ただできれば会計基準、まあ、いろんな会計基準があるんですが、それからまあ定義もあるんですね、言葉の定義があるんですが、そこをやっぱり正確に覚えておいていただきたいということですね。で、次です。これ実は最近の傾向なんですが、電卓を用いた計算問題が出題されます。で、ごめんなさい、ちょっとカメラ切り替えますね。簿記の知識があれば多少有利です。絶対的に有利とは書いてないですよね。多少有利ですよね。で、実は今の試験になってからなんですけども、あの不動産鑑定書試験の会計学なんですが、会計学は電卓の持ち込みができます。今までできなかったんですが、今の試験になってからそういうふうな条件がつあの書かれているんですね。で、実際問題、本試験問題では会計学、計算問題が出ています。で、やっぱり計算問題でこう電卓でバババッとこう弾いて、電卓叩いてこう答えを出すんですが、やっぱり簿記の知識がある方が多少ですよ、有利です。でも、まあ、公開といて言うのもあれなんですが、じゃあ例えば日商簿記検定3級2級を勉強してた方がいいんですか。もちろん時間あったら勉強してほしいんですけども、別に勉強しなくても大丈夫です。で、あの鑑定士の先生で今例えば現役でご活躍されている先生は、簿記の知識持ってない人も結構いると思いますよ。例えばに、簿記の知識というか、いわゆる日商簿記検定ですね、受かってないという人も結構いると思います。あるいは中には宅建持ってないとか、そういう人もいるのかもちょっと分かりますけどね。あの簿記の知識ってマストではないんですよ。絶対に必要な知識ではありません。ですから、もし皆さんがこれからレックで例えば鑑定士講座を受けてみようという方で、先生俺じゃあなんか簿記の知識、例えば日商簿記検定ですね、日商簿記検定を最初に勉強しておかなきゃいけないんですか、でもし例えば問い合わせがあったとすると、私はそれは絶対ではないですよと。で、別に、まあ、なくても受かってる人はたくさんいますんでね、むしろ私の経験で言うと多分なくて受かってる人の方が数としては多いんだろうと思うんですね。ただあれば多少有利には働きますよということなんです。なくても受かります、簿記の知識は。なくても受かりますけれども、まあ、それはあった方が多少は有利に働くという、そのぐらいです。ですから多少有利になりますよということですね。で、一応計算問題については、予想される計算問題は、講座の中で、扱う、予定ではいますので。ただ一応会計学の特徴として電卓を使って答えを求めるという計算問題も出されてますのでね、ちょっと記憶しておいてください。はい、でもう一つなんですね、次なんですが、はい、で回答の分量が少ないということなんですね。で、多くの証問から構成されていて、全体として記述する分量は少ない。はい、で実はですね、あのいわゆる教養3科目と呼ばれている会計学、経済学、民法、この3つを総称して、まあ、いわゆる教養科目なんて言われているようなんですが、この3つの中で会計学だけちょっと回答用紙の分量が少ないんですよ。で、ちょっと上に戻りますが、そもそも会計学は電卓を使ってこう計算したりっていうものもある、まあ、そういう関係も、影響しているんですけども、回答全体の分量が少ないんです。で、昔いわゆる鑑定試験って昔は二次試験っていうのもあったんですね。で、昔はですね、あの本当に一行問題なんてもあったんですよ。これこれについて答えなさいみたいな。で、それでバーッと書くんです。もう本当手がつるんじゃないかというぐらいたくさんなんか書くんですよね。大変だったんですね。でも今は違います。今の担当論文に変わって、特に最近の傾向なんですが、最近の会計学の傾向でいうと回答の分量が極端に少なくなっています。ですから一応形の上では会計学というのは論文式の試験に属するわけですね。でも実際にはもちろん手で書くんで、まあ、論文式ということなんですが、あのその書く内容というのは多くの証問、具体的に言うと大体括弧1から括弧5ぐらいまで分かれるんですよ。ですから証問って5つぐらいあったりします。で、それぞれが本当に分量少ないんです。だから数行程度書くという感じです。それが括弧1から、そうですね、最近だと括弧5ぐらいまであったりするんですが、本当に証文に分かれていて、それぞれの証文は本当に分量が少ない、数行書いて終わりという感じが大体多いんですね。で、
一部こういう計算問題もありますので、そうなると何でしょうね、回答する分量は量としてはですね、量としては少ないということになるわけなんですね。まあ、これが他の科目と違うかなという感じですね。はい、まあ、一応会計学の、まあ、ちょっと他の科目にはない特徴ということで、こういうふうにまとめておきました。では、ちょっと次のまた画面に移りますね。で、会計学の学習法ということで、まあ、まだもちろん皆さん学習されていない、これから学習を考えようという方がほとんどかと思うんですが、会計学の学習法ということで、先ほどの暗記色が強いですよっていう話ともちょっと関係するんですけどね。はい、ちょっと次ですね。まず、まあ、当然なんですが、講義を聞きテーマごとに大雑把に内容というものを把握する。はい、ちょっとカメラ切り替えですね。で、私は鑑定士試験というものを、まあ、客観的に見たときにやっぱり本当に大変な試験だと思います。で、何が大変って、論文で4科目あって、鑑定評価理論、それから経済会計民法、論文はこの4科目設定されてるんですが、この4科目って全部性質が違ってるんですよ。例えば税理士という試験があって、まあ税法やったり会計やったりあるんですが、でも広く言うとみんな会計なんですね。あるいは何でしょうね、司法試験だとか弁理士試験だとか司法書士試験だとかってあるんですがね、まあ、法律系の試験、まあ、多少細かいのはちょっと違うのかもしれませんが、でもおそらく大枠で言うとみんな法律ということで同じなんですよね。でも不動産鑑定士って違うんですよ。不動産鑑定士って今言ったように不動産鑑定評価理論ですね、鑑定評価理論と経済会計民法って全部つながってないんです。全部つながらない。ということはどういうことかというと、感覚的に言うと4カ国語を1回に勉強するような感じです。だからギリシャ語とスペイン語と、中国語と、それからなんか英語、まあ英語でもいいんですけどね。まあ、まあ何でもいいんですが、4カ国語をいっぺんに勉強するんでぐちゃぐちゃになるんですよ、おそらく。で、私よく言ってるんですが、これって言語として考えていただきたい。会計学も一つの言語として考えていただきたいので、時々受験生なんかとこう会計学についてお話をするときに、あ、この人はもう勉強進んでるなとか、まだこの人は慣れてないなっていうのは喋ってみるとすぐ分かります。要するに慣れてる人は自分の言葉として喋れるんですよ。慣れてないと言葉の使い方がぐちゃぐちゃだったりして、あるいはちょっとこう下を見ながら、テキストを見ながらこう喋るという形になっちゃう。要するに自分の言葉として出てこないんですね、まだ。ですから会計学というものを勉強するときはどうしても暗記色が強いので、言葉を覚える感覚でとにかく音読をすると、分かんなくても音読をする。そうするとだんだん実は後から分かってくる。実は話が全然変わっちゃった話なんですが、私最近この年で恥ずかしいんですけどね、まあ、最近というか、まあ、まだ赤ちゃんちっちゃいんですよ。まだ言葉を覚えて本当に間もない時期なんですけどね、まあ、これから言葉を覚えると思うんですが、要するに何にもない状況から言葉を覚える。で、赤ちゃんって多分状況あまりよく飲み込めてないと思うんですが、要するに大人が喋った言葉をそのまま真似してるだけなんですね。でも後から理解がついてきちゃったりするわけなんですよね。同じような感覚のケースもあります。ですから なんかよくわかんないんだけど、喋っていると後から理解がついてくるというケースがあるんで、だから講義を聞いた段階ではまだはっきりとしたイメージでつかめないケースもあります。でも何回か繰り返して音読をするうちに、後からああこういうことだったのねということで、後から理解がついてくるケースがあります。言語を覚えるのと同じ感覚なんですね。ですから例えば今日はこれとこれとこれ、これを3つ勉強した、講義を聞いて、で勉強したらそのテーマについて、まあ大雑把です、まあ大体こんなものだろうというレベルでまず記憶に留めておくんですね。くれぐれも学習初期の段階から正確に覚えようとしないことと、まだ講義を1回聞いただけだ、まだ1回聞いただけなのにもう細かい表現まで全部いきなり覚えようとする、
これは負荷がかかりすぎるんでやめた方がいいですね。そうじゃなくて大雑把に覚えればいいです。大体こんな内容ですよ。でもさすがに本番の試験それだけで勉強を終えてしまったらやっぱりちょっとまずいので、まあ、ちょっと次なんですが、その後ですね、少し期間を空けて何度も反復して、まあ、復習していって徐々に正確に暗記していくと、はい、特に、先ほど言いました新しい基準、あ、ごめんなさい、会計基準があるんですね。会計基準だとかあと定義があるんですね。その定義の部分は何度も繰り返して反復していくことによってやっぱ正確に覚えていくということができますんでね、まあ、それ以外のところは多少 大雑把でも構わないんですけどね。まあ、そういった作業は必要になります。で、また次なんですが、さらに進めていただいて、まあ、答練あるいは模試ですね、受けて、まあ、基本的に重要論点出題していきますので、これは特に詳しく理解していくと、まあ、いうことになるんですね、はい、とにかく反復練習あるのみということになります。はい、ですからよく受験生から聞かれるんですが、暗記がすごく苦手ですとか暗記してもすぐ忘れるっていうことで言われることはあるんですが、それは私にすればみんな一緒ですよっていう、なんか自分だけ特別だと思ってるのかもしれませんけども、先生覚えたらすぐ忘れるんですよって、それは当たり前じゃないですかと、みんなそうですよっていう、でそうじゃない人いませんからね。あと合格者でもそうですよ、覚えた先から物って忘れるんですから。でそれってむしろ生きていくといいように作用することもあるんで、忘れたいこともたくさんありますよね。あと忘れるってことは、まあ、ある種大事なことなんですよね。でも受験勉強に関してはさすがに忘れちゃったらまずいので、だからそこは定期的にメンテナンスが必要になるんですよ。繰り返しになりますが、この試験を目指すにあたっては多分特別な才能って必要ないと思います。そうじゃなくてもうただ単純に努力するだけなんですよ。もう単純に復習して何回も何回も繰り返して読んだりして、もう単純に努力をすればもうそれで合格というだけの試験になります。やる作業についてはだからもう明快なんですね。これとこれを やってくださいねと、もうやるべきことはもう明快なんですが、ただ、まあ、確かに子供の頃受けていた定期テストなんかと違って 分量が多いですからね、さすがにそんな簡単には全部覚えきるということは難しいと思うんですね。であとはやっぱり皆さん働きながら受験されるという方も結構多いので、普段日中ですねお仕事をやられているわけですから、そうお仕事中はさすがにですねこの会計学の内容をブツブツ一人で喋ってるなんていうわけにはいかないでしょうからね。そうなってくると働いている時間ですね、普段皆さんが会社に行ってお勤めしている時間は多分受験のことを一回頭から外しちゃうと思うんで、そうなるとやっぱり当然ですね少し、時間はかかっちゃいます。でも、ま、働きながら受かっている方も結構多いので、てか、まあ、むしろそういう方が多いんですけどね、まあ、最終的には合格できるはずですからね。ですからしっかりととにかく反復練習をしていただいて合格までですね、道のり途中でくじけることなくですね続けていただければいいんじゃないのかなと思います。会計学に関して言うと正直あんまり深いところはやらなくていいです。昔の鑑定士の試験は繰り返しになっちゃいますが、昔二次試験と呼ばれていた時代があって、あるいは平成に入ってからもそうなんですけどね、昔の鑑定士の試験って結構深い内容が問われてたんですよ。例えば学説で A という学説があって B という学説があって、これどう違うのかとか、どっちを皆さんが支持するかとか、なんか難しいなとかっていう、そういう問題も出たんですが、最近の鑑定士の試験違います。最近の鑑定士の会計学に関しては単純に基準、さっきちょっと言葉使いましたけども、会計いろんな会計の基準があるんですが、単純に基準を覚えてるんですか覚えてないんですかということを真正面から問題として設定するというケースが多いんですよね。だ本当にもう単純に覚えるだけなんですよ。考えるということじゃないです。 A という学説と B という学説があって、どっちの学説が妥当だと思いますかと。昔はそういうのあったんですが今はないですね。多分そんな内容ないと思います。今はこういう会計基準は知ってるんですかって、知ってるんだったらそれ答案に書いてくださいと、それだけですからね。それだけの試験になってます。
まあ、もちろん簡単とは言いません。不動産系最高峰の資格ですからね、まあ、なかなか大変ではもちろん大変な試験にはなっているんですが、ただ努力を積み重ねれば最終的に山頂までは確実に到達できるような試験だとは思います。その山頂まで上がるのはなかなかまあ簡単ではないというのはもちろんそうなんですけどね。でもやるべきことはもうはっきり分かってますし、まあ、そこまで、行くまでの道のりですよね。そこまでとにかく途中でくじけることなく頑張っていただければ大丈夫かなと思いますので、ね、まあ、会計学は本当に覚える要素が確かに、まあ、他の科目と比べるとちょっと多いのかなということで、まあ、ちょっと面倒かなっていうのもなくはないんですけどね。でもまあいいです。そんな深い内容は問われません。あの深い内容を理解しなきゃいけないのは皆さんではないんですよ。皆さんではなくて公認会計士だとか税理士の人たち、要するに会計を専門にするような資格もあるんで、その人たちはちゃんと深い理解覚えないとダメですよ。特に公認会計士なんていうのは会計でいうと最高峰の資格ですけどね。彼らは毎日毎日会計のことばっかりやってますんでね。ですから深い理解が当然必要なんですが、皆さんは鑑定士を目指すわけなんで深い理解はいらないんですよ。本当にもうどっちかというと表面的に会計基準を覚えてるんですか覚えてないんですか、それだけの問題です。で変な話、まあ、業界のこと詳しいことは分かりませんけれども、皆さんが鑑定士に受かって例えば実務で働いているときに会計のこととあまり口挟まない方がいいですからね。昔から日本は餅屋餅は餅屋っていう言葉があります。やっぱり専門家に任せた方がいいわけですよね。皆さんは不動産のその評価のプロフェッショナルであって会計のプロフェッショナルではないんですよ。やっぱり餅は餅屋ということなんで、その道その道の専門家がいるわけですから、皆さんは不動産の評価のプロであって会計のプロではないんですね。ただ公認会計士の先生あるいは税理士の先生とこれからお仕事をする上で会話をしなきゃいけないケースって多分出てくるかと思いますので、その時にまあ何も会話が通じないのはさすがに問題だろうというのもあるんで会計学をまあ多分やられてるんでしょうから、まあそんなに深いところを理解する必要ないんですね。単純に会計の基準です。これがまあ結構多いといえば多いんですけども、会計の基準をちゃんと覚えればなんとか合格点までは合格点ですね取れるようになるかなと思いますんでね。やっぱりそのためにはもちろん暗記ですね、記憶というものが大事なんですが、ただその記憶というものを支えていくものはやっぱりモチベーションだと思いますんでね、皆さんの気持ち一つだと思いますんで、しっかりとした気持ちを持っていただいて、まあ、多少長丁場にはなりますけれどもね、続けていただければ十分合格点取れるかと思います。またレックではそういうふうに、まあ、なるべくモチベーションが下がらないように、なるべく噛み砕いてなるべく分かりやすく普段ですね講義をしていく予定ではいます。そういうつもりでいますので、ね、まあ、ぜひこれから先ですね、まあ、今まだ検討中と、どうしようかなと迷っている方もいらっしゃるかと思うんですけどね、まあ、私客観的に見て本当にいい資格だなと思いますよ。あの別にこういう仕事をやってるから言うわけではないんですけどね。ですからもし受験しようと思うのであれば早めに決断していただいて、しっかりと勉強すれば問題なく突破できると思いますので、しっかりと学習をしてみてください、はい、ということで、今回ですね、まあ、一応私の方からはその不動産鑑定士の会計学ってこんなものということで、まあ、簡単ではありましたけれどもね、一応その会計学あるいはその特徴だとか学習法について、説明をしてきました、まあ、何かの参考にしていただければと思います、はい、ということで、まあ、今回のテーマに基づくガイダンスについてはお時間が来ましたのでここまでということにしておきたいと思います。どうもお疲れ様でした。